この射撃場では今年6月、当時の自衛官候補生の男が小銃を発砲し、3人の隊員が死傷しました。事件を受け、射撃訓練が中止されていましたが、昨日再開しました。この際、隊員が報道陣に対し、中指を立てる仕草を見せていました。中指を立てる不適切な行為を行った隊員がいたというご指摘については、これは事実であるということを確認をいたしました。陸上自衛隊によると、中指を立てたのは20代の男性隊員で、軽い気持ちで行ったと話しているということです。また、今日の射撃訓練は休止となりました。木原大臣は厳正に対処していく考えを示しました。